岸田奈美は日本の作家、エッセイスト、神戸市出身。2014年、関西学院大学人間福祉学部、社会企業学科を卒業。大学に通いながら、ユニバーサルデザインを手掛ける株式会社未来路の企業メンバーとして活動。広報部長を務める。2019年に公開したノートの記事が反響を呼び、閲覧数は100万回を超える。 翌年会社を退職し、作家として独立する。2020年6月、世界経済フォーラムが任命する20歳から33歳までの若きリーダーたちで構成された組織、グローバル・シェイパーズに選出。2020年9月24日、初の著書、家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だったを出版。想定は、ソブエマと中表紙の写真撮影は、 畑野博ひ発売日翌日に重版となり、一時入試困難となる。2020年10月21日、米国の経済誌、ホーブスが選出する、世界を変える30歳未満のイノベーターのアワード、3 0ダ3 0十ジャパン」を受賞。同年で作家としての受賞は唯一。2021年3月30日、インターネットメディア協会が主催する、インターネットメディアアワーズで、 ノート、全財産を使って外社買ったら、偉いことになったが、グランプリと部門賞を受賞。2021年4月20日、ホーブス氏のアジア版、30アンダー30アジアを受賞。2021年5月31日、2作目、もうあかんは、日記をライツ社より出版。帯の文は、糸井重毛里。2021年7月6日、角田光よ。 林真理子らが、編纂委員を務める日本文芸家協会、ベストエッセイ2021に、海を隔てバズった母が、選出、掲載。2021年8月3日、文春文庫、向田邦子を読む気候。2021年10月15日、3作目、傘の差し方がわからないを出版。インターネットメディアアワーズ選考委員の篠田真貴子は、インターネットメディアには、 炎上、分断など、怖く荒れたイメージが強く、敬遠しがちな人もいる。でも、インターネットには、前向きな可能性もたくさんある。受賞作はそれを示す恒例だと評した。また、佐渡島洋平による、岸田さんは誰も傷つけない面白い文章が書ける、珍しい人だの言葉で、会社を辞めて作家になる決心がついたと語っている。 百文字で済むことを二千文字で伝える作風と自らを表する。中学生の時、父親が突然高い。その後、病気により車椅子での生活を余儀なくされた母と知的障害のある弟、高齢の祖母がいる。障害のある家族がいる作家による感動エッセイというような捉えられ方には違和感を覚えると語り、家族をテーマに書こうとさえ思っていないとも語っている。 母親の岸田博実は2017年に、ママ、死にたいなら死んでもいいよを出版。ありがとうございます。